にもこのくらいはできるんだぜ。あれ、おめえ痛えのか。不死身のはずだろう。そう、我は不死身だ。不死身の我に敗北はない。お前を倒し、すべての人間を消し去り、永遠に汚れることなき世界の夜明けをもたらすのだ。それはどうかな。おめえはもう不死身じゃねえし、人間をゼロにすることもできねえよ。気がつかないか。合体した今、お前の体にはどうしても残っちまうんだよ。孫悟空という人間がな。本当に愚かだな、人間というものは。孫悟空が我が体に残る。そうだ、それが我が望みだ。はあ、サイヤ人よ、孫悟空よ、お前は人でありながら神をもしのぐ力を得てしまった。お前はこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。さればこそ我は孫悟空と一つになることで、人間の罪と神々の失敗をこの身に引き受けたのだ。これぞ神の務め。はあ、ああ言えばこう言うだな。ああ、これも全て宇宙のため、世界のため。泣いてんのかよ。そうだ、我が涙で世界は浄化されるのだ。人間よ、滅ぶべし。全ては邪魔すのもとに。させる